ジェイミー・グリーンは、イギリスのレーシングドライバーである、同国レスター出身、フォーミュラレースやドイツツーリングカー選手権で活躍している。グリーンは10歳の頃からレースを始め、フォーミュラレースを中心に活動し、フォーミュラルのイギリスフォーミュラ3選手権を経て、2003年にフォーミュラ3ユーロシリーズに参戦を開始、2004年に同シリーズのチャンピオンを獲得した。 2005年からは、ドイツツーリングカー選手権に、メルセデスベンツのパーソンモータースポーツより参戦。最終戦のホッケンハイムリンクで2位に入賞し、シリーズ6位となった。2006年シーズンも5位となり、翌年には、初優勝も、果たして自己ベストのシリーズ4位とすると、翌年も再び2勝をマークして、シリーズ4位を獲得した。その後も毎年フル参戦し、 一勝以上を挙げる、好成績を残している。メルセデス在籍最後のシーズンとなった2012年には、過去最高のシリーズ3位を獲得したが、アウディのアプトスポーツラインに移籍した2013年と2014年の、ランキングは、それぞれ11位、10位と低迷してしまった。2015年シーズンは、パスカルウェイレインとシリーズチャンピオンを争い、惜しくも敗れたが、 シリーズ2位と好成績を収めた。2016年と2017年もシリーズ3位となっており、2019年まで引き続きアウディのドライバーとして活躍している。DTM のチャンピオンを獲得するには至っていないが、これまで39度の表彰台を獲得し、このうち優勝回数は17回、ポールポジションも現在までに15回獲得している。AB、ジェイミー・グリーン。 アウディ c o m 2020年6月19日閲覧ジェイミーグリーンレーシングキャリアプロフィールドライバーデータベース www.driverdb.com 2020年6月19日閲覧ありがとうございます